第92回日本インカレ9月14日に始まった大会は今日大会最終日を迎えています。埼玉県熊谷スポーツ文化公園陸上競技場からお送りしています。ここからの時間は女子 200m 決勝です。このレースの解説にロンドンオリンピック日本代表高橋桃子さん、そして日本学生陸上競技連合理事北井俊夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、まず高橋さん、この 200m 競技で見る面白さ、どんな部分がありますか？そうですね、これは 200m ですので最後の最後まで本当にわからないっていうところが、はい、一つ見どころかなと思います。はい、ここからは女子の 200m の決勝です。北井さん、中心となる選手はどの選手になりますか？そうですね、準決勝でですね、湖南大学の井戸さんが24秒15ということで、はい、頭一つ抜けた記録を出しております。はい、彼女は400m で3位になっておりまして、はい、4×100m リレーもですね、3走で、優勝メンバーで走っておりますので、はい、非常にコーナリングがうまいので、はい、好調を引き続き維持してますので、優勝候補の筆頭じゃないかなというふうに思います。あと湖南大学が3名、はい、福岡大学が3名ということ で、 そうですね、リレーメンバーがですね、はい、ほぼ出ておりますので、そういった面でですね、総合力がどういうふうな形になるかっていうのも、興味あるレースの一つです。はい、湖南大学からは3名、福岡大学からは3名、この決勝に進んでいます。第92回日本インカレ女子 200m の決勝です。決勝は8名の選手で争われます。女子 200m 決勝、決勝を走る選手がコールされていきます。9レーン木戸優輝、福岡大学、去年4位でした木戸。8レーン奥野夢、湖南大学、 100m で3位に入った奥野。7レーン田島美春、福岡大学、2年連続の決勝です田島。6レーン倉重美優、湖南大学、 100m を制したルーキー、この大会2冠を狙います。5レーン森山静穂、福岡大学、 400m との2冠を狙います。4レーン井戸アビゲイル風花、湖南大学、学生個人では女王に輝きました。3レーン三浦優奈、筑波大学、筑波の4年生三浦。2レーン三浦真中、園田学園女子大学、そして園田学園女子の4年、三浦真中。女子 200m 決勝、この2レーン3レーンの三浦はワールドユニバーシティゲームズ日本代表です。さあ、4年生の意地か。中央に福岡大4年生森山静穂、4レーンに湖南の4年生井戸、飛び出しました井戸がいいスタートを切った。4レーンに井戸、隣に森山、6レーン倉重も上げています。倉重が少し伸ばしている、ただ森山起きた。さあ最後の直線、先頭は森山、僅差、井戸が追いかける。森山と井戸だ、4年生対決、どちらが勝つか。森山がリード、森山が伸ばしていく、森山差を広げながら、森山優勝、速報23秒85。400m との2冠達成です森山。この大会、このレースが9レース目だったんですが、4年生の走り、意地見せました森山。湖南大学の4年生井戸は追いすがりましたが、最後わずかに届かず。1着森山23秒84、2着に井戸24秒03です。いや、高橋さん、レース振り返っていかがですか？
いや、森山選手の走りが本当にすごかったですね、はい、これとても疲労ある中だと思うんですけれども、やはり4年生の意地か、また福岡大のプライドもかけてですね、それを、はい、その走りをこう見せてもらったっていう、感動いたしました。最後はこう江南大学の4年井戸との一騎打ちでしたが、福岡大学の4年森山が制しました。そして3着に木戸、4着に倉重、5着に田島、6着に奥野ですから、福岡江南、福岡江南、福岡江南という順番になりました。そうですね、これレーンでもそんな感じでしたからね、はい、いや本当に、いや皆さん本当によく頑張ったなというふうに思います。表彰台ワンツースリーは4年生です。森山、井戸、木戸、4着にルーキーの倉重。北井さん、やはり4年生は意地と言いますか、いい走り見せますよね。そうですね、あと4×100m リレーで江南大学に負けておりますので、はい、大学は そうですね、まあ、それを借りをですね、ぜひともこの種目で返したいという4年生の意地もですね、あったんじゃないかなと思います。はい、江南大学、そして福岡大学がこの短距離種目、大学の名前を轟かしています。そしてこの後、高橋さん、はい、マイルリレー森山選手走りますから。そうですね、そこも楽しみですね。最後の、本当に最後なので、はい、今ある力を全部出し切って、ぜひ笑顔を見たいですね。どうですか、高橋さんが4年生の時を振り返ると。そうですね、4年生の時は100、200、4K リレーで優勝したんですけれども、はい、最後の最後の1本で 400m のマイルで1本走って、はい、すごい苦手だったんですけれども、うん、走ってよかったなというふうに思えるような思い出が、はい、あります。次が森山は10レース目ということになります。では優勝した森山の優勝インタビューです。では女子 200m 優勝されました福岡大学の森山選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。感想を教えてください。400に続き個人の200も今年は優勝したいという目標があったので、目標達成できてとても嬉しいです。井戸選手との競り合いでした。走っている時の気持ちいかがでしたか。すみません、もう一回ね。井戸選手との競り合いはいかがでしたか。後半しっかり走れなきゃ勝てないと分かってたので、そこがうまく走れたのはとても良かったと思います。江南大学への意識というのはありましたか。やはり福大も江南も三枚残しというところで、しっかり存在感ある走りは全員でしたいねという話をしてたので、それができてよかったなと思ってます。その中で3着にも福岡大学の選手入りました。いかがですか。やはり軌道がしっかりやってくれてとても嬉しいです。この後マイルリレーも残ってます。意気込みをお願いします。どうも、最後この前回の最後のレースになるので、しっかり全員で走って優勝したいと思います。ありがとうございます。福岡大学の森山選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、まず北井さん、インタビューを聞いての感想いかがですか。そうですね、やはり勝ちたいという思いがですね、彼女にはありありと伺いましたので、はい、女子の最終種目のです、トラック最終種目の 4×400m リレーもですね、まあ、入りレースをするんじゃないかなというふうに思っています。はい、そして高橋さん、はい、森山の4年生で同じく同期の木戸もよくやったという称えがありましたね。そうですね、絶対に嬉しいですよね。これはもう福岡大としてはいい流れでマイルに進むということになりますから、はい、そうですね、それをエネルギーにして、でそしてまた全員で走って優秀の美容を飾っていただきたいなっていうような、はい、思いがあります。はい、女子 200m 優勝は福岡大学4年生森山静穂、400m と 200m2 冠達成です。